諏訪湖の高級旅館Sui Suwako での、朝食です。あの 全室に、個室ダイニングっていうのがこう可能なんですよね。すべて、そのレストランとかじゃなくてこういうような個室で、夕食と朝食は過ごすことになってます。小口さんよろしくお願いします。はい、でちょっとここの軽く説明をお願いできる。こちらのおかず6品は信州の郷土料理を含めて3つご用意しております。こちらはほうれん草のおひたし、長野県産のものを使っております。はい、お隣が塩丸イカといいまして、こちら長野県の郷土食なんですけれども、昔はあの海がない県ですので、保存のためにあの塩漬けにして冷蔵庫の保存自体をイカとか海産物をあの購入しておりまして、こちらの丸々イカ1本を塩漬けにした状態であの保存されているんですけれども、お料理で使うときはあのお水で戻して、本日のようなあの酢の物などで食べることが多いものです。祝い事の時にこのナマスとかと同じように、そういった時によく食べられていたお料理でございます。本日はもう生姜鍋と一緒に料理しております。お隣が馬刺しでございます。こちらも信州でよく食べられています。もう熊本だけじゃないんだ。そうですね、長野県の馬肉をあの食べる習慣も確かありますので、馬刺し一番有名ですので、本日はポン酢と生姜でお召し上がりいただきます。で、こちらはワカサギの甘露煮でございます。有名な諏訪湖で食べています。こちら粉豆腐といいまして、あのおからと似ておりますけれども、またちょっと別のものでして、高野豆腐、あの信州で盛んに作られておりますが、こちらを粉状にしたものを使っております。お水で戻して入り豆腐などで使いますけれども、本日はグリーンピースを椎茸や人参などと一緒に、こちらは切り干し大根で、これはこちらは煎り鶏でございまして、あの季節の野菜などを使った煮物を添えしております。はい、で、味噌汁、味噌汁、なめこと、ね、なめことねぎね。あ、で、これは何だ。こちらはあのお野菜のスティック用の味噌マヨネーズですね。信州味噌を使います。これは地元のなんか高原で採れた野菜ですね。はい、そうですね。あ、で、これがあった。本日はブリの塩焼きをご用意しております。千葉県産の一貫、あと他にも下に菊の葉がございますが、こちらはあの消臭とかの焼きをご用意。こちらがあの地元の蓼科で作られているあの手作りの豆腐、鴨七豆腐というものです。鴨七豆腐、はい、鴨七豆腐。こちらはお豆腐を使った豆腐鍋というワンモノでして、あのお豆腐は中千割大豆という糖度が15度から16度くらいある甘い大豆でございます。甘いんだ。はい、その大豆そのものが甘い。この大豆そのものが甘みがございまして、その大豆と蓼科のお水、それから沖縄で取られている煮張りのみを使って作られているお豆腐です。はい、あ、どうぞお願いします。で、ご飯は、昨日はあの新米でした。はい、これもそうなんですか。あ、先生ございます。同じく飯山市のコシヒカリで炊いた土鍋で炊いているおかゆでございます。あ、おかゆだ。はい、うん、いいんじゃない。夜はご飯、朝はおかゆ。
ここはなるべくそのここらの地域の食材とか料理をこう紹介 しようとするとこれ偉いね、うんうん、おかゆはそのままお召し上がりいただいてももちろん結構ですし、醤油とお出汁と吉野葛で作ったくずあんを当館ではかけていただいてお召し上がりいただきます。はい、わかりました。それからこちらのわさびもお好みで少しおかゆにのせていただきましてお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございました。いただきます。